食料でも確保しようと思ってね。えらい、私もお腹ペコペコ。ただし餌は木の根っこ。虫と間違えてくれる魚がいればいいけど。あ、引いてる。キャンプに参加するのは嫌だって僕は言ったんだ。オイラにそんなこと言われても困るんだけど。じゃあ誰に言うんだよ。僕とグマモンしかここにはいないんだぞ。そうだけど、もうちょっと希望を持って漂った方がいいんじゃないの。希望を持ってどうなるって言うんだ。船酔いじゃなくてベッド酔いもしなくて済むんじゃないの。希望と船酔いに関係があるはずが。お、箱だ。本当だ。ひょっとしたら食料かも。缶詰とかレトルト食品とか。オーガモン、食いもんでなくて悪かったな。選ばれし子供たちは俺が倒す。なんとか逃げ出してもうダメだって思ったら、そこに釣り糸があったんだ。魚は釣れなかったけど役に立ってよかったわ。それで頼みがあるんだけど。何？ジョーのことなんだけど、すっかり気が弱くなっちゃって。前から気は強い方じゃないからね。それでどうしてほしいの。このままじゃ冒険できない。だからリーダーにして自信をつけさせたいんだ。ゴマモン、ソラ君にビオモン、他のみんなは。私たちもここに着いたばかりなのよ。そうか。だからこれからはジョー先輩がリーダーよ。え？賛成。ちょっと待ってよ。ジョー先輩がなるしかないのよ。わかった、僕がリーダーになる。僕がリーダーになった記念の鐘？まさか。霧が晴れていく。教会だ。今度こそ人がいるかもしれない。行ってみよう。待って、リーダーはジョー先輩よ。どうする、リーダー。いや、その、みんな、行くぞ。
ビーシーズ。よし、いよいよあの教会で僕たち以外の人間に会えるぞ。またそんなこと言ってる。そう信じるのは勝手だけど。リーダーは僕だ。そうだけど。行くぞ。バッテン、リーダーらしくなってきたじゃん。そうかしら。なんだろう。リーダーが見てきて。リーダー。わかったよ。やっぱり人がいた。嘘。何やってるんだろう。なんだか楽しそう。
やっぱりキャンプに行かないで受験勉強してればよかった。さっきからそればっかり。うるさいぞ、静かにしろ。ジョー先輩は無事ね。ピオモンを先に牢から出さないと見張りは倒せないわ。やっぱりキャンプさ、ジョー先輩の部、やっぱりキャンプに行かないで受験。さっきからうるさいぞ、静かにしろ。ジョー先輩は無事ね。ピオモンを先に牢から出さないと見張りは倒せないわ。やっぱりキャンプさ、うるジョー先輩、thank you.
なってごめんね。ありがとう、ソラ。早く逃げましょう。その前に、ジオ先輩たちを助けなきゃ。あ、そうか。さあ、ジオ先輩たちのところへ。には及ばない。私たちがいただくのはお前の魂だ。僕の魂なんかまずいに決まってる。もう一人の魂がうまいということかな。多分僕よりは。ソラ君、助けて。ジョー先輩、それでもリーダー、あなたたち、ジョー先輩たちを話しなさい。さもないとやっつけちゃうんだから。バカめ、牢から出す手間が省けた。まさかこんな目に遭うなんて。しっかりしてください、ジョー先輩。今はジョー先輩がリーダーなんですよ。うん、見つからないうちに早く逃げましょう。